朝早くにタイトルでメッセージを伝えます。今日藤田香織先生です。今日の聖書箇所はヨハネの福音書20章1節から18節までです。はじめに日本語でお読みいたします。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモンペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来て言った。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモンペテロも彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかいがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに、白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスがこう立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を墓んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いて、ヘブル語でラボニ、先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。アーメン。아멘. 주간의첫날이른새벽에막달라사람마리아가무덤에가서보니무덤어귀에막은돌이이미옮겨져있었다그래서그여자는시몬베드로와예수께서사랑하시던그다른제자에게달려가서말했다누가주님을무덤에서가져갔습니다어디에두었는지모르겠습니다베드로와또그다른제자가나와서무덤으로갔다둘이함께뛰었는데그다른제자가베드로보다빨리달려서먼저무덤에이르렀다그런데그는몸을굽혀서삼배가놓이는것을봤으나안으로들어가지는않았다시몬베드로도그를뒤따라왔다그가무덤안으로들어가보니삼배가놓여있고예수의머리를싸맸던수건은그삼배와함께놓여있지않고한곳에따로개겨있었다그제서야먼저무덤에다다른그다른제자도들어가서보고믿었다아직도그들은예수께서죽은사람들가운데서반드시살아나야한다는성경말씀을깨닫지못하였다
그래서제자들은자기들이있던곳으로다시돌아갔다그런데마리아는무덤밖에서서울고있었다울다가몸을굽혀무덤속을들여다보니흰옷을입은천사들이앉아있었다한천사는예수의시신이놓여있던자리머리맡에있었고다른한천사는발치에있었다천사들이마리아에게말했다여자여왜우느냐마리아가대답하였다누가우리주님을가져갔습니다어디에두었는지모르겠습니다이렇게말하고뒤로돌아섰을때그마리아는예수께서서계신것을봤지만그가예수이신줄을알지못하였다예수께서마리아에게말씀하셨다여자여왜울고있느냐누구를찾느냐마리아는그가동산지기인줄을알고여보세요당신이그를옮겨놨거든어디에다두었는지를내게말해주세요내가그를모셔가겠습니다하고말했다예수께서마리아야하고부르셨다마리아가돌아서서히브리말로라브니하고불렀다그것은선생님이라는뜻이다예수께서마리아에게말씀하셨다내가손을대지말아라내가아직아버지께로올라가지않았다이제내형제에게가서이르기를내가나의아버지곧너희아버지나의하나님곧너희하나님께로올라간다고말하라막달라사람마리아는제자들에게가서자기가주님을보았다는것과주님께서자기에게이런말씀하셨다는것을전하였다아멘아멘세계중의皆様아시ています예여러분사랑합니다아시てます아시てますありがとうございます6日にですね、シリア、トルコで大地震がありまして、現在も救出活動が続いております。東日本大震災と同じくらいの被害者、それを超えるくらいということで、私は言葉もなく祈ることしかできないんですけれども、お見舞いを申し上げます。専門家が言うにはですね、千年に一度のプレートの歪みが起こったということでした。千年に一度のことがこの日この時間に起きるというのはいつも言う通り意思の主権は神様にあります。それでもやりすぎるほどの悪魔の攻撃で2万人近くの人々が亡くなりました。人道的にとにかく命を救い出すのに何も理由はいらないんですけれども、ネットのニュースがあふれておりまして、そのニュース映像を見るとですね、違和感を感じるものが本当に多かったです。なぜならそのほとんどが子どもがこの瓦礫の下から救助されるというものなんですけれども、その救助された瞬間に救助者がなんとアラーという彼らの信仰する神の奇跡だっていう言葉をわざわざ載せているわけですね。シリアとトルコの2つの国にまたがって被災したわけですけれども、シリアは宗教的にですね、国が3つの地域に分かれていまして、その地域もまたですね、トルコもどちらの国の政府代表もイスラム教を促進しているんです。それで、ここではっきり言っておきますけれども、イスラム教のアラーが神様ではありません。宇宙万物を作られ世界をすべ収めておられる神様は唯一であり、あえて名前を言えばメシア・イエス・キリスト、三位一体のエホバなる主であります。アーメン。災害を受ける地域の方はこの咎めを真摯に受け止め悔い改めることが犠牲者に報いる唯一の方法であります。世界中の人間の3分の1が信じる聖書は言っています。旧約聖書、伝道者の書、12章13節です。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。
할 말은 다였다. 결론은 이것이다. 하나님을 두려워하라. 그분이 주신 계명을 지켜라. 이것이 바로 사람이 해야 할 의무다. 아멘. 아멘 です. 아멘 ですから はっきりと 言っておきました. 私はあまり テレビを見ないんですけれども 街中で ですね あるテレビの放送を耳にしました. その局のアナウンサーの女性がさも当然のように 日本はキリスト教の価値観ではないのにという一言でした。偶然耳に入ったわけではないと思うので、私は聞き流すわけにはいきません。こちらは主の日に講談で聖書の神様の正しいメッセージを使命としているからです。確かに日本は77年前まで人間、天皇、裕仁を生き神にしていた恥ずかしい国であります。でも、1945年8月に世界で唯一核爆弾を落とされて、広島、長崎、沖縄、全国310万人の犠牲者の上に、ポツダム宣言を受け入れ、敗戦を認め、アメリカの宗教、キリスト教も公認認めて、戦後77年、現在までに、キリスト教の中学校、高校、一貫校ですね、209校が設立されているんです。大学に至っては、現在76校がキリスト教です。そこで、キリストの価値観を学び、卒業して社会に出ている大人が日本に今どれだけいるのかどうぞ計算してみてください。日本国憲法は旧約聖書の10回をもとに作成されました。1億2600万人の日本人が日本国憲法の法の下に今現在生きて生活しているんです。このような状態を無視してアナウンサーが時代錯誤な間違った自分の思い込み価値観を公共放送で発言してよいんでしょうか。どうか反省して勉強していただきたいと思います。そのキリスト教の主なるイエス様のことを学ぶために私たちエデン福音教会は新約聖書のヨハネの福音書を連続公開という形で、日曜日の説教、主日説教を続けているんですけれども、今がまさに最高潮のところで、イエス様が弟子たちに語られたことが実現している箇所です。ルカの福音書でそのおっしゃったことを確認してみましょう。ルカの福音書18章31節から33節です。さてイエスは12弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし、人の子は3日目によみがえります。アーメン。イエス께서12제자를곁에불러놓으시고그들에게말씀하셨다。보아라、우리는예루살렘으로올라가고있다。인자를두고예언자들이기록한모든일이이루어질것이다。인자가이방사람들에게넘어가고조롱을받고모욕을당하고침뱉음을당할것이다。그들은채찍질한뒤에그를죽일것이다。그러나그는사흘째되는날에살아날것이다。아멘할렐루야아멘まさに本当にそのことが現実となってイエス様は殺されたわけです。それが19章でした、ね、今日はここでその続きが成就される20章に入りました。
私たちの人生でも様々な事件が起こります。災害や事故だけでなく、人の裏切りだったり、別れや詐欺や泥棒や投資の失敗で一晩のうちに貧乏になったりもします。逆に宝くじに当たったり、選挙に当選したり、希望が叶ったり、好きな仕事で食べていけたり、良いことの事件が起きる人はごくごくわずかです。どんな事件も予想外に起きて、人間にはそれを思ったように選び取ることはできません。それでも神様が作られた地球は回っていて、時は止まらずに進んでいきます。万人が平等に朝がまた来て、すべての事件が過去のものになります。その事件がいつ起きて何のためなのか、神様だけがご存知なんです。ですから、聖書を学んで神様を知ることは、そういった事件に備え、また回避して自分を守り、起きた事件から神様の御心を知って、未来に向かって歩き出す力を得ることができるんです。今日の箇所は人類の大事件、イエス様が人類救済のために身代わりに殺されて、予言通りよみがえるとおっしゃった3日目の出来事です。この世の中では女性は虐げられたり差別を受けることが多いんですけれども、私が女性に生まれてよかったと思う唯一のことは、聖書を読んでいて登場するこの女性の気持ちがひしひしとわかる時なんです。ここに出てくるマグダラのマリアのこともです。マグダラというのは彼女の出生地です。マリアという名前がやたら多い時代なので、マグダラのマリアと呼ばれています。カトリックの女神に仕立てられた聖母マリアと対照的にですね、このマグダラのマリアは罪許された女性の象徴として聖人にされているそうです。日本では祈りに自由に入れる会堂がないので、私はいつもカトリック教会の聖堂をお借りしているんですけれども、私たちプロテスタントでは彼女が最初の宣教師と呼ばれるゆえんのところであります。マグダラのマリアに女性として同期するわけで、どれほど彼女がイエス様を愛していたのか、私はよくわかります。彼女が過去の苦しい出来事がほとんど男性によるものだったでしょう。十字架のイエス様にまで従って、ついて歩いてきた時も、ユダたち、男性弟子たちの言葉に傷つくこともあったでしょう。彼女にとって唯一の誰よりも尊敬するラボニ先生ですね。死だったイエス様が死んでしまっていたわけです。死体のそばでさえ一緒にいたくて、彼女は夜明け前のお墓に行きました。ユダヤ式のお墓の入り口の大きな石が取り除けられているのを見たわけです。墓は本来人間の死体が腐っていくところです。最後に脇腹を刺され、血と水が流れ出たイエス様の体も腐っていくはずの3日目でした。でも皆さん思い出してください。死んで腐っていたはずのラザロさえ生き返らせたイエス様です。神の御子は奇跡を行う全能の力があるんです。アーメン。ここで皆さんの信仰が問われます。仏教の創始者のブッダは墓があるそうです。
スリランカに行った時に彼の歯をですね、ブッダの歯を奉納しているもう金ピカな寺院もありました。青森にキリストの墓を作った無知な人もいるようなんですけれども、本当に恥ずかしいんです。イエス様のお墓は空っぽです。マリアもこの時は盗まれたと思ってパニックになり、ペテロたちに知らせに行きます。聖人どころかただの人間です。ペテロももう一人の弟子ヨハネ本人も言われていたイエス様のお言葉を思い出しもせず、誰かが主を取っていったというマリアの言葉と、言ってみたら墓が空っぽの事実に、その思い込みを信じて家に帰ってしまう始末でした。後になって聖書を記述家に召されたヨハネは、大層恥ずかしくなって自分の名前を出せなかったのだと思います。奇跡を信じられない人々はこの時のマリアやペテロと同じなんです。信仰が問われると言いましたけれども、聖書を読むと使徒の働き一章で、心を合わせて祈りに専念していた、まあ500人くらいの人に聖霊が下り、彼らは別人のように力を受けましたね。そしてその人たちは世界に命をかけて伝道しに行ったんです。家にうなだれて帰っていったくらいだったのにです。ですから認められる信仰というものは聖霊の恵みによって生まれるのだと思います。自分の力ではありませんね。人生にも朝があって夕があります。朝のうちにキリストを知るべきだし、祈りも朝にすることによって成就の奇跡を見ます。夜も明けて墓の中を見たマリアは、そこに天使がいるのを見ます。二人だと記載されています。事実を知らせるために、一人は遺体があった頭の方、もう一人は足の方と細かい描写です。嬉しいことに、天使は黙示録で、いつか私たちも天国に入るときに着せていただける予定の白い衣を着ています。ここでさらに聖書が信じられなくなった方は、もうですね、韓国の祈祷院にでも行ってですね、一人でしっかり旧約聖書から新約聖書の黙示録まで1189章声を出して読んでみてください。聖書には天使が何度も出てきますし、名前のある天使長ミカエルもいます。聖書66巻すべてを真実だと思えることは、どれほど幸せな信仰の恵みでしょうか。イエス様が今後再び来られるときに、死人は墓からですね、お墓からよみがえると書かれています、ね。あらゆる奇跡に繰り広げられる聖書を、すべて疑ってかかって読む人は、実につまらない高い本になってしまうと思うんです。もったいないですよね。聖霊の助けを請って聖書を読むことをお勧めします。アーメン。そうするならば365日、私たちのようにクリスマスな楽しい御言葉人生になることを保証いたします。アーメン。愛するイエス様のご遺体がないからといって、もう号泣していたマリアね、もうなんか一緒に泣いちゃうんですけれども、本当に後ろを振り向いて立っているイエス様を見ても、それを墓場の管理人だと思ったと書いてあります。過去の事件ばかり見ていてはイエス様がわからないということでしょうか。マリアはイエス様が死んだ事実で
意識は完全に止まっています。人間は皆そうだと思います。愛する人の死は自分が死ぬまで引きずるものです。そんなマリアを憐れんで、イエス様は名前を呼んでくださいました。すべてに絶望していたマリアの前に、イエス様は生きて立っておられました。マリアの驚きと喜びは、すがりつくと表現されています。イエス様はこの行為を通して、私たち現代の弟子に聖霊の奥義を伝えられました。人間イエスにすがりつけるのは、目の前にいる一人だけです。しかし、イエス様が父なる神様のもとに登った後には、聖霊様がすべてのイエス様にすがりつく哀れなしもべを抱きしめてくださいます。そしてイエス様は弟子たちを兄弟と呼んでくださいました。兄弟のところに行って、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさいと命じられました。내가나의아버지곧너의아버지나의하나님곧너의하나님께로올라간다아멘美しい韓国語ですよね。ね、나의아버지です。イエス様の父は皆さんと私の父です。아멘イエス様の神は皆さんと私の神です。アーメン。信じられますか？アーメン。なんて幸せな、嬉しいことを言ってくださるんでしょうか。こんなことを言ってくださるキリストは、イエス様しかいないということを再確認してください。もう嬉し涙が出ます。すいません。泣かないようにしてもいつも泣いてしまいます。はい、素晴らしい御言葉であります。さらにですね、マリアの素晴らしかったのは、このイエス様の言葉をすぐに告げに行ったことなんです。マリアの告白は、私は主にお目にかかりましたです。내가주님을보았다。アメン。アメンです。復活された主ですよ。アーメン。この復活を信じてこそ、そして告げに行ってこそ、プロテスタントクリスチャンであります。アーメン。今年のイースターは4月9日ですけれども、カレンダーの受難や数字に振り回されず、いつも復活のイエス様を仰ぎ、力をいただく皆様でありますように、主の皆でお祈りいたします。アーメン。アーメン。アーメン。仰ぎ願えば三位一体の神様の恵みと愛と栄光が御前に頭を垂れている全世界の生徒の上に今も後もとこしえにありますように。アーメン。アーメン。アーメン。